YM2203YM2203FM オペレータータイプ N オピエンは1984年に日本楽器製造が開発した FM 音源チップである。4オペレーター同時発音数3音の FM 音源に加え I-3 から8910相当の SSG 音源と入出力を備えプログラマブルタイマーを2系統内蔵する。 マスタークロックは0.7から 4.2MHz。1980年代から1990年代にかけて日本のパーソナルコンピュータで多くの採用例が見られた FM 音源である。オペレータは1チャンネルにつき4つで接続方法は8種類の中から選択できる。これをアルゴリズムと呼ぶ。キャリアと称される最終的な発信機を他の3つの モジュレータで変調させるのが基本的な接続方式であるが、モジュレータを減らしてキャリアを増やし、変調は少ないが厚みのある音色を作ることもできる。各オペレータの発信波形は制限波のみ。FM 音源のチャンネル3は効果音モード並びに CSM に設定可能になっている。効果音モードでは CH3 のすべてのオペレータに異なった。 周波数を与えることが可能で、よりバリエーションに富んだ音作りができ、オペレータごとの発音、小音制御と組み合わせることで、制限波だけになるものの、出力チャンネルが増えているように聞かせる方法もあり、一部の音源ドライバでは、MML でもこれをサポートしている。音声合成モードは、高果音モード同様、オペレータに各々出力する、周波数を与えられるほか、 タイマー A のオーバーフローをトリガーに CH3 のオペレーターをすべてオンにする機能を有している。音声合成モードで利用するデータはサイン配の分解が必要であり、そのデータの計算もチップが現役だった時代には、時間と労力がかかったことなどから、あまり活用されることはなかったが、ゲームアーツのゲームでは、メーカーロゴ、ゲーム内の音声出力などに利用されている。 SSG 音源部は I-3 から8910とレジスタ互換で同等の機能を持つピンが出ていることもあり、同社多系列の FM 音源チップと比較して40ピンのディップパッケージと大きな形状となっている。同じパッケージ内にありながら SSG 部分はリード、ライトともに可能であるが FM 音源部はライトオンリーであり、 データの送信時にはウェイトを要するため、共通のルーチンで処理する場合は、FM 音源部に合わせたタイミングで制御する必要があった。音声はモノラル。FM 音源部については、デジタル出力で DA コンバータとして、主に YM3014 を組み合わせる。SSG 音源部は、チャンネル別にアナログ出力されるため、別途ミキシングが必要となる。 このため、同じチップを搭載した機種であっても、SSG 部と FM 音源部の音量バランス、音質は異なり、音源がオプションで用意される機種のサードパーティー製ボードなどでは、純正のボードとの音量バランスが異なるなどの、非互換性も発生した。PC-9801 から26、K サウンドボード PSG 以来の汎用、i、オーポートは、 内蔵機器の I、O 以外に D サブ9ピンの属に当たり規格と呼ばれるジョイスティックインターフェースが接続される実装が多く見られ、98シリーズなど音源ボード自体にコネクタが設けられることもあった。大手アーケードゲームメーカーでは過渡的に採用されたり、基板の規模等によって使い分けられたり、あるいはほとんど採用されずもっぱら YM2151。 が採用されたりしていたが、YM2151 に比べて安価だったことも一因となって、比較的零細なメーカーでの採用例が多い。また、日本物産は、テラクレスタがヒットした際、当初使用していた YM3526 の入手難から、代替として YM2203 を使用したことがあり、この影響で基盤のバージョンによって、 BGM の雰囲気が全く異なるものになっている。主な使用例としては以下の通り、ありがとうございます。